ハントマンさんがね、クイックシューで買おうかなと思ってめちゃくちゃ値上がりしてたんですよね似たようなものがね、ないのかなと思って調べた結果 <laughs> こんにちはヒロです H チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございますまあ以前にもね、ご紹介したんですけどもまあ私カメラとね、まあ、三脚をつけるときまあ三脚だけじゃないんですけどこういったようなね、まあ、サクションカップであったりとかもねはい、つけるときにクイックシューというものをね、使っておりますうん。 メーカーでいうとね白馬さんっていうところのねクイック臭を使ってるんですけども、まあ、ちょっとクイック臭がね分かんないという方のためにちょっとだけまあご説明させていただきたいなと思うんですけどもまあ普通だったらねあの三脚っていうのはねこういったような状態なわけでございますはいでそのクイックシューっていうのがないとまあこれちょっとこれはカメラではないんですがこれがねクイック臭のねアダプターになるんですけどもまあこれちょっとカメラのね下の台だと思ってもらってであのクイック臭がないと 一1回一1回こうネジで回していくっていう作業が、はい、必要になるわけでございます。はい、このような感じでね。で割とまあ時間もかかるしで一回一回ね変えてるとやっぱりネジ山のね摩耗っていうのが出てきますんでまああんまりなんですが頻繁に付け替えることっていうのはねまあおよろしくないんじゃないかなと思うんですけどもただこのクイックショー今これアダプターが付いててで例えばこの この、ね、金具が、えー、これも、ね、クイックシューの部品なんですけどもなんとその取り付け作業でネジを、ね、クリ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 回してたものがこう、はい、一発で、はい、交換できるわけでございますで私だと撮る場所によって、まあ、三脚変えたりだったりだとか、まあ、カメラを変えたりっていう、ね、作業が結構多いんですよね、うん、例えばまあ三脚でこうやってこう外で、はい、撮った後で次はその車の中で撮る時に あのサクションカップなんかをねこうやってこう窓につけてでここにねカメラをつけて撮影するっていう時も結構あるんですけどもそんな時でもまずこのねはい三脚ではい外で撮影しますとで次は車内ですってなるとはい取り外してはい,よいしょはい取り付けてで撮影という感じでねすごくこの辺の作業がスピーディーだしあのノーストレスで行うことができます。 で、なんでね、まあ、白馬さんのね、ものを選んだかっていうと、まあ、そんなにね、あの、深い意味はないんですよね。あの、使いやすそうだなっていうのと、あと、まあ、えー、今、現在でね、使ってて、あのー、全く不具合がないんで。なので、ね、あのー、当然、この一眼レフの、はい、カメラにも付いてますし、このね、はい、ビデオカメラにも、はい、付いてます。はい。で、アクションカムの場合は、ちょっとまあ、 取り付けるところでねまあいろいろだったりはするんですけどもクイックシューを使う時っていうのはまあこういったようにね、はい、取り付けてでこんな感じで、はい、使っておりますとで持ってるねそのジグというかまあアクセサリーなんかも、まあ、これもつ、はい、けてますし、はい、サクションカップにもねつ、はい、けてますしあとはこのこういったようなゴリラポット、うん、にもつけてますし はい、こういったようなね大きい三脚にも白馬さんのね、えー、クイックシューもつけているんですけどもこの間ね久しぶりにね白馬さんのねクイックシューをね買おうかなと思ったらねめちゃくちゃ値上がりしてたんですよねうんでどのぐらい値上がりしてたかっていうと以前私がね買った時この白馬さんのね、えー、クイックシュー HQS2 と、えー、いうものです、ね、今 HQS3 っていうのがね、まあ、出てるんですけども特に、ね、その HQS2 とね何が違うのかっていうのは分かんないんですけどもそれがね今ね3,000円もうほぼ3倍の値段なんですよね。うん、でこれアマゾンだけのね金額なのかなと思って一応価格ドットコムの方でもね調べてみたんですけども価格ドットコムってほら安い方からこう値段って出せるじゃないですかね。うん、でその表示方法をやっても一番上がね3,000円台。 で、あとね、もう2列目以降になるとね、4000円台っていうね、もうちょっととんでもないね、あの値段になっていました。で、まあこれからもね、カメラとか、まあ三脚とか、アクセサリー関係ってね、おそらく買おうかなと思うし、これ1個3000円とか4000円のね、クイックシューをね、ちょっと買い続けるっていうのは、あの、個人的にはちょっと厳しいなと思って、で、こう似たようなね、ものがね、ないのかなと思って調べた結果、 UK ククイック集でございますでこれねあの形見るとすごくね白馬さんのものに似てたんですよね。うん、で一応ねあの互換性がねあるかなと思って、まあ、試しに買ってみたんですけども互換性はご安心ください。ありました。一応ねこれ あのー、白馬さんの、ね、クイック臭の、ねまあ、アダプターになるんですけどもこれね、まあ、金具だけなんでちょっとどれのだっていう証明ができないんですけどもこれはね一応ねククさんのクイックシューに付いいてた金具です、うん、です一応はい、こういったような感じでね取り付けることができますしでこれもねまたねあの証明がねできないんですけども。 これが、ね、UK ククイックシューにに付いてた金具になります、はい、でこれがあのさっきねあのご覧いただいた白馬さんのクイック臭なんですけどもで、ね、これもね、はい、取り付けることができます。はい、なのでねあの互換性の方はね問題はございません。ただまあ耐久性なんかはね今の段階ではちょっとテストできないんで。 あの、なんとも言えないところなんですけども、で、こっからはね、あくまでね、個人的なね、意見になっちゃうんですけども、あなたがハグバさんのね、クイック集を使ってて、で、追加で購入しようかなと思った時に、え、3倍とか4倍になってんじゃん何これってね、思った方がおられましたら、一度ね、この UK クイック集というのをね、買ってみて、はい、お試しいただいてもいいんじゃないかなと思います。多分ね、あのー、ご満足いただける使用感なのではないかなと思います。 それでは本日の動画の情報が面白かったなとか役に立ったなと思った方は高評価をそしてよろしければチャンネル登録と あと、メルマガやツイッターイン Instagram なんかもやっておりますのでそちらの方にもね、フォローしていただければなと思います。あと、この動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら下のコメント欄に書き込んでいただくか詳細に H チャンネルの感想方面のリンクっていうのをね、ご用意しておりますのでそちらの方からメッセージをいただければタイムラグは出るかもしれませんけども見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。